俺、三女。桃太郎様大好き、しょっちゃんです。本日は金曜日、アンケートの日でございます。1週間、長いようで短いような、短いようで長いような、今日も元気にやっていこう。皆様、いつもいつもアンケート回答していただき、誠にありがとうございます。前回のアンケートも145票、145名の方投票してくれました。本当にありがとうございます。グッドも13、コメントもいただいております。ありがとうございます。それでは早速結果見ていきましょう。はい、こちら。あ、そうだね。前回のアンケートどんなんだとか言ってないや。正直一番好きな特撮シリーズはってやつでした。地味にしょっちゃんはメタルヒーロー好きだったんだよねっていう話をしたんだよね。その結果、まあそうだよねっていう結果ですね。1位ダントツ仮面ライダー 83% ということは、こちらのチャンネル仮面ライダー好きな方がほとんど見ていただいているということですね。そりゃそうだ、仮面ライダーのことばっかりやってっからね。続きまして、びっくりびっくり、ウルトラマンが 8%、 スーパー戦隊の方が多いと思ったんだけど、ウルトラマンの方が多かった。みんなありがとう。いや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 、あなたウルトラマンじゃなくて怪獣の方でしょ。ウルトラ怪獣の方でしょ。ダメダメ、あの泣かないでください。そんなね、そういうつもりじゃなかった。戻ります。ウルトラマン 8% でした。明日からウルトラマントリガー始まりますね。ウルトラマンのこともちょいちょいやっていこうかななんて思っております。そんで次がスーパー戦隊 6%。 まあね、スーパー戦隊もウルトラマンも好きなんだよ、どっちも好きなんだけど、やっぱ仮面ライダーなんだよなっていう人もね多いと思う。仮面ライダーも好きだしね、ウルトラマンも好きなんだけど、やっぱスーパー戦隊なんだよなっていう人とか、怪獣の魅力がねあるのでウルトラマンとか思ったりいろいろしておりますが、スーパー戦隊 6% でした。でメタルヒーロー 2% です。いやー、メタルヒーローはねもうね、世代がね結構いい年の人が見てたよね。うん、だから仕方ないね。いやー、そして最後 1% でコメント欄にね書いていただきました。ありがとうございます。今回特撮といったんですけど、アニメものもね書いていただきましてありがとうございます。ヒーローって大切ですよね、生きていくのにね。男の子は基本こういうヒーロー系だけど、女の子はね、プリキュアか、プリキュアとか、今女の子もね特撮あるじゃない。でも昔もあったのよ、中華なイパネマとかね。あとはなんだっけな、なんだっけな、なんかあったんだよ、島崎和歌子さんやってたりしてたんだよね。すごい古いよね。うん、年バレるよね。まあそんな感じで男の子も女の子もね関係なく、大人も子供もおじいちゃんもおばあちゃんも老若男女問わず、ヒーローってのはいいもんですね。国だって関係ないよね。外国の人がね仮面ライダーとか好きだったり、日本の人がマーベル好きだったりするのと同じ感じでね。うん、やっぱね心の支えになるんだよ。いいなね、しょっちゃんも皆さんの心の支えでありたい。ヒーローじゃないけどね。新しいアンケートを言ってみましょう。今回の新たなアンケート、もうね何日かに1回スーパーヒーロー戦記の新しい映像っていうか情報が公開されていくんだよ。もうねいても立ってもいられないんだよ。だからスーパーヒーロー戦記ネタでございます。今日はこちら、スーパーヒーロー戦記に登場してくれて嬉しいのは誰。はい、まあセイバー、そしてゼンカイジャーね、この皆様は出るのはもちろんのこと、過去に登場したヒーローが出てきたりします。でもう数えきれないほど出てくるんですけれども、そんな中でもね最近もね映像公開されてって、うわよし来たって思うことね皆さん多いんじゃないでしょうか。選択肢見ていきましょう。それから話すわ。まず選択肢がこちら、1つ目、イマジンの皆様、これは嬉しいね。2つ目、秘伝アルト。ゼロワンスーツで声だけやると社長出んのかなって思ったの、本物来たね。そして魔王こと常盤壮吾、こちらもね声だけかなと思ったんだけれども、魔王ご本人降臨いたします。祝い祝い祝い。
そして人間ばっかじゃね、イマジンときて人間ときて、まあ機械っぽいのが必要かなというところで、ラプターかわいいですね。しょっちゃん好きよ。結構ごついけどね、ちゃんとした人なんだよ。ちゃんとした人、機械、待って、機械全体、あれ全会場と仲良くなれそうじゃない、みんなとね。はい、そんな感じで最後福くんね。なんで福くんって思った。それだったらさ、真剣ブルーと、真剣ブルーじゃないや、キラメイブルーとかさ、真剣グリーンとかさ、その辺とか、あと、なんか出せよって思ったでしょ。いや、迷ったのよ。なんだけど、今回ね、うわ、この人出るんだーっていう感じでいくと、福くんもそれかなと思って、福くん入れてみました。これ、福くん 0% いくかな。いや、別に福くんを悪い状況に置きたいとか、そういうわけじゃないからね。まあそんな感じです。いやーね、まだまだいるじゃない。しかもしょっちゃんって書こうと思ったの、福くんのところにね、しょっちゃんって書こうと思ったけどやめておいた。もしかするとこれ第2弾やるかもね。どんどん出演者が公開されてきてるじゃない。だからまた第2弾やったらその中にしょっちゃん入るかもしれないね。そんな感じで今回はね、イマジンの皆様、アルト社長、総合くん、ラプター、福くんというね選択肢にさせていただきました。こちら7月16日金曜日朝9時頃までとなっておりますので、コミュニティ欄でポチッとしちゃってください。その他にもこれ出て嬉しいよっていうのがあったら第2弾の時の選択肢にするかも、だからコメント欄にお願いします。いやー、イマジンの皆さんね、ほんとね好きなんですよ。一回お会いしたい、お会いしてみたい。あ、そうそう、イマジンつながりじゃないんだけど、つい3日前ぐらいかな、フルボトル分解したやつのコメント欄にね、桃太郎スフルボトルどうやって入手しましたかって言って、まあ一応コメント欄にも書いたんだけどね、イマジンつながり、桃太郎スフルボトル、これはね、テレビくんのね1月号の付録だったんだよね。これ何年前、ビルドの時だから、スパークリングとか出ちゃってるね、この頃の1月号の付録でした。なんかね、メルカリにもね、なんか4、500円とかで出たりしてるので、欲しい人はね、ぜひぜひゲットしてみてください。いや、それにしてもさ、最近メトロン星人がうろついてんだよね。気になって気になってしょうがないんだけど、まあ、気のせいか。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。明日はウルトラマントリガー放送日でございます。おもちゃもたくさん発売されます。楽しみですね。皆さん気合い入れて見ていきましょう。え、何？後ろ？え、何？後ろに何かいる？え、いないよ。いないって、いないって、いないって、なんなんなん、どこに、どこにいるんだ。びっくりするな、そのいいってやつ。びっくりするのはこっちですよ。一体何事ですか。もう最近チラ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 しょっちゃんの前に現れて、いや暇でさ、今、ちょっとちょっと、どこい、よくわからん。じゃあまた次の動画でお会いします。あ、今週さ、ゲームやったっけ、ゲーム実況やったっけ、やってない。